はい、どうも、かますです。どうも、かますです。今日はこちらの GPS トラッカー、サッカー B を紹介したいと思います。GPS トラッカーは、主に走行距離、トップスピード、スプリント回数など、プレーのスタッツを知ることができるもので、よくプロ選手がこのようなベストを着てトレーニング、試合をしているのを見たことがあるかなと思います。実際こういうウェアライブデバイスは高額だったりチーム単位での所有が多い中、このサッカー B はアマチュア、コンシューマー向けなので、少額、個人でプロと同じ自分のプレーの指標を知ることができます。サッカー B に同封されているものは、こちらの本体と充電ケーブル、あとこちらの専用のベストが同封されています。このサッカー B は、まあ、サッカーの試合、トレーニングだけでなくフットサルでも、まあ、使用でき、プレー時間、走行距離、最高速度、平均速度、スプリント回数、スプリント距離、プレーエリア、アジリティ、プレー範囲、スプリントマップが分かります。そしてサッカー B は2種類あって、このサッカー B ライトとその上位モデルのサッカー B があります。2つの大きな違いは最大使用可能時間、リプレイ機能の有無と価格で、サッカー B ライトが 15,990 円で、サッカー B が 24,990 円です。上位モデルのサッカー B でも他社で同じ機能があるモデルの半額ほどなので、この価格はかなり安いんじゃないかなと思います。使用方法は電源をオンにするだけで、まあ、一定時間後に自動的にデータが記録が始まります。まあ、大体トレーニングや、まあ、試合開始の5分前に、まあ、電源をつけておくといいと思います。まあ、ハーフタイムやセッション間は、まあ、自動で判別されて、わざわざ電源のオンオフをする必要がないので、まあ、便利かなと思います。まあ、ただ注意点としては、まあ、このサッカー B は、まあ、防水ではないので、まあ、雨天時や、まあ、大量の汗等で不安な方は別売りの防水パックや、まあ、市販のジップロックやプラスチックポリ袋などがあれば、まあ、安心かなと思います。まあ、あと正確なデータを取得するために、まあ、装着する際は B のロゴが上に来るようにベストに入れる必要があります。素材がだいぶ伸縮性があるので、まあ、アンダーウェアにかなり近いかなと。こちらにポケットがあって、これはクッション性があるので、もし、まあ、こんなことになっても、まあ、大丈夫かなと思います。数秒間長押しして緑色から青色の点滅になります。これで一定時間後に、まあ、緑点滅に変わってデータ取得が開始されます。でこの B ロゴを上に向けてポケットに入れていきます。プレーが終わったらサッカー B のアプリを起動して、同期ボタン接続できたら、今取得したデータが、まあ、B に登録されているので、まあ、送信ボタンを押してアプリにデータを送信、アプリ内で詳細を入力して指標が確認できます。
まあ、あと試合では、まあ、ハーフタイムや、まあ、飲水などセッション間も、まあ、GPS の活動量で、まあ、記録の停止再開が、まあ、勝手にされるので、まあ、いちいち、まあ、操作する必要がなかったのが大きかったかなと思います。実際に着用使用してプレーしてみましたが、まあ、ほとんど違和感とか、まあ、気になることは、まあ、ありませんでした。まあ、あとアプリも使いやすくて、まあ、項目別、ポジション別、位置別で、まあ、自身の能力値、自分の強みが分かります。まあ、あと友達と共有したり、まあ、世界中のユーザーの、まあ、情報が見れるので、まあ、トレーニングや試合のモチベーション向上にもつながるんじゃないかなと思います。